皆さんこんにちは、長森です。はいどうも、あかねちゃんやで。さて、北海道旅行3日目ですね。今日はここ、釧路駅を起点にして動き回っていきましょう。では、早速列車に乗りますか。それにしても、朝5時半だっていうのに、世の中かなり明るいよな。おかげで、朝の目覚めはすっきりやったな。そうですね。よっぽど東の方に来たんだなって感じますね。で、今日はさらに東の方に突き進んで、本土最東端、ノサップ岬に行ってみたいと思います。ノサップ岬か。最北端の宗谷岬は行ったことあったけど、ノサップ岬の方は初めてやな。根室自体も、昔花咲線乗りに来たっきりでそれ以来ですしね。あの時はすぐに折り返したから、滞在できたの10分そこらやったしな。今回もノサップ岬行くくらいしかできないですが、その代わりに花咲線の途中駅で駅巡りしていきたいと思います。まあ、いつも通りやな。それにしてもどんよりした天気ですね。さすがは霧の町ってところやな。昨日の道央はあれだけ晴れてて暑かったのに、こちらはだいぶ涼しいですね。夏は涼しく、冬はよく晴れる。実は、釧路近辺ってめっちゃ住みやすいんやないか。いくら冬晴れるって言っても、常にマイナスみたいなところはちょっと。列車の交換待ちで茶内駅に停車しました。この町は、ルパン三世のモンキーパンチ先生の出身地だそうやな。だからルパンと銭形警部のパネルが置いてあるんですね。さて、本日最初の訪問駅に到着しました。昆布森駅です。秘境駅ランキング36位、昆布森。1961年に、西和田越石間の途中駅として開業した駅や。昆布森という名前は、この周囲の地名から取られていて、昆布森、昆布が取れる湾というアイヌ語に由来しているそうな。そして、その名前の通り、近くにある昆布森漁港では、昆布がよく取れて、浜に昆布を干す光景が見られるらしいで。駅自体は、集落や漁港から歩いて15分くらいのところにあるから、森に囲まれて海が見えないところに位置しているな。それもあって、1日の乗降客数は 4.0 人と決して多くはない利用者数となっているで。駅は、単純な一面一線の構造。そのそばにあるちっちゃい待合室が可愛らしい駅やな。うわ。なんか待合室のとこが盛り上がってますね。下から植物でも生えてきてるんかな。昆布が生えてきたんじゃないですか。何言うてんねん。次に、隣駅の落石まで歩いてきました。落石駅は、当時の釧路本線が1920年に延伸開業された時に設置された歴史ある駅やな。2面2線の交換可能な構造で、側線や昔の貨物取扱い跡を持つ広い構内のある駅やな。1日の乗降客数は 13.6 人。駅前には大きめの漁村集落が広がっている花咲線内でも乗降数が多い方の駅や。この駅舎は旧駅舎を縮小、改築したもので、最東端の木造駅舎とのことや。さて、落石という名前は、石が転がっているところ、ではなく、お口し、人の首の付け根のくぼみという意味のアイヌ語が由来となっているで。これは、近くにある落石岬の地形を表しているみたいやな。落石岬には、灯台や無線局跡なんかがあるみたいですね。太平洋に抜ける船にとって、重要な目印になってたみたいやな。
行ってみたかったんですけど、片道徒歩1時間ってことだったので諦めました。列車1本逃したら、えらいことになるからな。ということで、ちょっと名前が面白かったので行ってみたかった、昆布森、おちいしの駅に行ってみました。次は斉藤丹野のサップ岬。の前に、鉄道駅斉藤丹野東根室に行ってみたいと思います。根室本線の終点、根室の一つ手前にある駅、東根室。1961年に、根室花咲間の途中駅として開業、以降、斉藤丹野駅として君臨し続けているで。この駅を出ると、線路が西に曲がっていくので、一番東の駅になってるってわけやな。駅のホーム上には、経緯度が書かれた柱が。そして、入り口には、斉藤丹を表すモニュメントが立っているで。一日の乗降客数は 13.4 人。根室の住宅地の中にあって、見渡す限り住宅が立ち並ぶ、大都会に位置しているで。大都会？大都会、やで。東根室からは、日本で最も東の有人駅、根室駅まで移動しまして、そこからバスでのサップ岬に向かっています。根室駅では、駅弁売ってたな。ですね。せっかくなので買ってみました。では、いただきます。美味しい。駅弁って冷えてるもんかと思ったけど、温かくて美味しいな。なんてったって作りたてですからね。注文したら隣にあるお店から、作りたてを持ってきてくれました。作りたてだけに、サンマがめっちゃ柔らかいな。味も染みてて美味しいですね。お、これが昆布干しってやつですか。集落の至るところで昆布が干されてるな。昆布ってこんなに長いもんなんですね。これを干すのはかなりの重労働でしょうね。家族、近所総出でやってるみたいやな。こういう光景は土地ならではって感じでいい風景ですね。はい、野サップ岬に着きま、はね。太陽が隠れてる上に風が強いから、かなり寒く感じるな。昨日との気温差が10度以上あるので、風邪ひきそうですね。改めまして、本土斉藤丹野サップ岬です。曇ってて見えへんけど、この先には北方領土が広がってるんやな。一番近い島まで4キロ程度しか離れてないそうですからね。肉眼でもはっきり見えるみたいです。北方領土が目の前にあるだけに、それらについてのモニュメントやら展示館やらがあるな。日本は島国なので、あまり国境とか領土に関して触れる機会が少ないですが、ここはそういう部分について考えさせられるようなところですね。宗谷岬とかとは違った意味で、果て、を感じる場所やな。ということで、野サップ岬でした。続きまして釧路の方に戻り、日本最大の湿原、釧路湿原を見に行きます。とは言っても、すでに列車の中から見えてはいるんですけどね。釧網本線は、湿原の中突っ切ってるからな。そんな湿原のど真ん中にある駅、釧路湿原駅で下車しました。ロングハウス風の駅舎が洒落てるな。自然と調和してていい感じですね。駅に掲示されている通り、この駅は実質的に展望台専用みたいなところです。ということで、早速行ってみましょう。駅と展望台の真ん中には舗装化ビジターズラウンジがありまして、ここでは釧路湿原駅の北の台地の入場券が入手できました。あと、休憩がてらアイスもいただいてきました。
上に乗ってるココアパウダーが美味しかったな。さて、展望台に到着しました。おお、見渡す限りの広大な湿地。さすが日本一だけあるな。とはいえ、やっぱり天気が良くなくて、遠くまでは見えないですね。運が良ければ、動物とかも見れるらしいけどな。頑張って探してみたけど見つけられませんでしたね。隣にいた人らは、なんかいるって言ってたけど、よくわからんかったな。冬とかはタンチョウとかも見れるみたいなので、季節を変えて来てみたいところですね。ということで3日目でした。あの後、舗装下駅とか、道路駅とかに行きましたが、割愛します。どっちも、釧路湿原駅みたいなログハウス風で、可愛らしい駅舎やったな。統一感があっていい感じでしたね。それでは今日は帯広で宿泊して、明日に備えたいと思います。おはようございます。今回の旅行、早いもので最終日となりました。旅行中は、時間の経過が早いな。で、今日はどちらに？実は昨日まで、夕張の廃線跡を見に行こうと思ってたんです。が、寝る前にこんなツイートを発見しまして。新十津川駅の駅舎、取り壊しが始まったみたい。ということで、急遽と届いた道を戻って、新十津川駅を見に行くことに決めました。廃止された後も、駅でイベントやってたりしてたから、保存するんかなと思ってたけどそうではなかったんやな。取り壊して公園にするらしいので、その一歩といったところみたいですね。線路の引き剥がしも進んでいるそうなので、そこら辺も見に行こうかなと思います。東鹿越までやってきました。新徳からは、代行バスでの移動やったな。新徳東鹿越間は台風被害で不通になってしまいましたからね。かれこれ、5年は列車動いてないからな。途中の落合駅とかは、草だらけだったわな。この東鹿越も廃止予定だったのが一変して、実質的な終着、乗り換え駅として変貌しましたからね。とはいえ、果たしてこの先、釧路方面に列車が動く日が来るんやろうか。と、この旅行していた頃は思っていましたが、ちょうど編集をしていた2022年1月28日に、富良野新徳間のバス転換容認、廃止の方針へというニュースが入ってきました。これから住民説明会や具体的な協議が始まるということみたいです。富良野から廃止なんやな。ということは、今流れているこの車窓も、近い将来見れなくなってしまうってわけやな。ですね。当然、東鹿越新徳間の復旧も行われないので、根室本線の全線を列車で乗り通すのは、もう叶わぬ夢になってしまいました。もう一回、日本で一番長い普通列車、2429D に乗ってみたかったんやけどな。滝川から釧路まで8時間半。一日中電車に揺られて楽しかったですね。滝川に着きました。ここからは自転車を借りて新十津川まで移動します。札沼線の廃線からもう1年以上経つんですね。早いもんやな。ラストランが突然前日に発表されたりで慌ただしかったな。そうでしたね。コロナの影響で当初の予定から前倒し、そして緊急事態宣言の発令でさらに前倒しと大混乱でしたね。ゴールデンウィーク直前に乗り納めに行こうかと思ってたから、繰り上げになったのは残念やったな。滝川から自転車を漕ぎ続けて20分ほど。新十津川の駅跡に着きました。駅舎の壁が取っ払われて、だいぶすっきりした見た目になってしまいましたね。あれ、この周りって、こんなに何もなかったっけ？
駅の周囲に生えてた木も伐採されてるみたいですね。向こう側が見渡せるようになってしまったんやな。ドアもなくなってホーム跡も見えるようになりましたね。駅舎は解体されますが、ホーム跡は残して記念公園とするみたいです。ここに鉄道が通ってたっていう事実を後世に引き継げるのはええことやな。整備日程はまだ未定みたいですが、完成した暁にはまた来たいですね。ちょっとだけ時間余ったので、下トップまで行ってみようかと思います。今、横にちょっとだけ見えてるのが線路跡やな。線路の撤去も始まっているみたいですね。完全に撤去されてたり、枕木だけになってたり、絶賛工事中ってところやな。まだ線路が残っているところでは、線路の錆び具合が時間の経過を感じさせてくれますね。もう、列車が通ることはない踏切。なんか物悲しさを感じるな。ということで、下トップです。そして、アリッヒの姿がこちら。この駅はあんまり変わってないな。駅名板が外されたくらいですかね。ホーム跡の方は駅名標も外されてるな。この駅は更地になるみたいなので、駅舎そしてホーム跡を見れるのはこれで最後かもしれませんね。ということで北海道旅行でした。3日目、4日目の移動経路はこんな感じでした。今回は、西に東に大移動やったな。直前で行き先変えたりしましたしね。移動してる時間の方が、観光の時間よりも長かったかもしれません。とはいえ、行ってみたかったのサップ岬とか、新十津川駅の最後の姿も見れてよかったわ。というところで今回はここまでとなります。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。